おはようございます。もしもです。今回は新しくコラボの情報が来てたんで見ていこうかなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。さあ、その前にまずは星を紡ぐ精霊イベントで多くのご要望にお答えしまして、モンスター交換所にてイベントメダル虹と交換できる特別なラインナップを追加させていただきましたと。こうガチャを引いて余ってるよって人はこの機にね、虹メダルと交換してあげてください。まあ、ちなみにね、俺はこの星を紡ぐ精霊動画にはねしてないんですけど、まあ、実はね100連引いて、あの新キャラのスズランだっけ、かすりもしなかったっすねマジで最悪で、しかもさ、イベントメダル虹もなかったから全部売っちゃったんだよね。もう散々後出しってね言われてたのに、しっかりね後出ししてきましたね。さあ、というわけで気を取り直して、今回はなんと北斗の拳コラボの復刻が決定というわけで、5月の9日月曜日から来るみたいです。でも、まあ、なんかね、いろいろと情報来てるんですけど、新キャラはなしかな。なんかすっげえ嫌な予感がするんだけど。さあ、いちごガチャということで早速ね性能を見ていきましょう。一部キャラクターに新たなアシスト進化が追加。こっからじゃあ見ていこうかな。まずはケンシロウ 7C 武器もういいでしょう。なんか毎回これは出してくるんですかね。まあ今使うことないしね。スキルも9ターンの間にコンボ加算、自分の攻撃力2倍、まあ使わないかな。だからもうちょっとね、こういった 7C 武器とかが活躍できる環境になれば使われることももしかしたらあるかも。まあでも可能性としては結構低いですね。さあ、続いてラオウ。非烈鏡が5つ。まあこれは火のね烈鏡の武器だったら今のところ一番数は多いのかな。クリスマスウリエル、あれがね確か火のね烈鏡5個だったんですけど、多分2体目ですね。でそれに枝豆と、まあなかなか覚醒はいいんじゃないでしょうか。でスキルが2ターン吸収無効で、まあ周回とかで結構強そう。まあなかなか武器はいいですね。さあ、続いて海王。無効貫武器、無効貫通もね攻略で使わないからね。まあ一応ね、星を紡ぐ精霊あれでね、無効貫通炎波のキャラ出たんですけど、まあだとしても使わないかな。でスキルは2ターン遅延に1ターン内で悪魔タイプの攻撃力が10倍。なんか別に持ってなくても問題はなさそう。さあ、続いてユリアの武器。チーム回復力強化3つに毒耐性が2つ。なるほど、覚醒自体は初ですね。でスキルが11ターンで1ターン内でヒドロップが消せなくなる。5ターンの間ダメージを半減、操作時間が2倍。まあなんか4次元の探訪者の水見る階層とかだったらこの半減スキルも生きてくることがあるんじゃないかなって感じですね。あれも使用機会はそこまで多くないかな。さあ、続いて突起。回復度胸に十字。はい、この組み合わせは初ですね。まあ、ただ強いかって言われると、まあ、正直覚醒はあんまり強くないかな。でスキル6ターンちょっと軽いっすね。で HP が1になる。リーダーの攻撃力が3倍、消せないバインド覚醒無効状態を全回復。最近はね本体でこの回復系これを補っていくことが多いんでね、わざわざ武器を貯めるかって言われると、まあ貯めないんでね。うん、これもどうかな、使われるといいっすね。さあ、続いてバットの武器。スキブに烈鏡2つに泥鏡が2つ。でスキルが10ターンで8ターンの間サブの攻撃力が2倍、自分以外の味方スキルが1ターン貯まると、まあ、純粋にねサブの火力2倍になるんで、まあ、周回とかだったら、まあ、使う場面ワンチャンありそうですけど、まあ、でも使用頻度としてはそこまで多くないんじゃないかなと思います。これも別に普通ですね。さあ、続いて真の武器。お邪魔3つに指が2秒分。なるほど、覚醒はまあ指2つね持ってるの偉いですけど、そこまでかな。でスキルが12ターンで3ターンの間操作時間が2倍、チーム内のお邪魔耐性の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。まあ、耐性炎波系はね、まあ、6個とか7個とかね耐性つける意味もないしね、まあ、そんな強くないですね。さあ、続いてレイ。覚醒が 2way に封印耐性に暗闇が2つ、まあ、デイトナとかだったらワンチャンいいかもですね。でスキルが10ターンで HP が1になる。覚醒無効状態を全回復、2ターンの間ダメージ無効を貫通と、まあ、比較的ねターン数も軽くて継続するねダメージ無効貫通スキルを持ってるということで、まあ、デイトナを使ってる人は、まあ、引けたらラッキーぐらいかな。なんか今までの武器に比べたらちょっといい感じですね。さあ、続いてシュウの武器。覚醒が木と光のたこ焼き。なんでまあ一部ランダムでの活躍はありそう。なんか今のところ攻略向きってキャラはあんまりいないような周回ランダム方面ですね。さあ、続いてサウザーの武器。 50% 以下強化に光の烈鏡が2つ。はい、ちなみにね 50% 以下に光の烈鏡2つ持ってる武器は、まあ、他にはねサンデーコラボの今日から俺はのあの武器ですね。でまあそれに次ぐ2体目と。でスキルが11ターンで HP が 50% 減少、消せないドロップ状態を全回復、2ターン内でダメージ吸収を無効化と。さあ、最後10座の武器ですね。覚醒が L 字にバインド耐性。うん、これだけだとはちょっと強豪他者に押し負けられそうですね。でスキルが3ターン、いやめちゃめちゃ溜まりやすいな。で1ターン内で自分の攻撃力が激減、操作時間3倍、1ターン内でランダムでルーレットを1個生成。うん、基本的にねこういったバインドと L 字の武器って、まあ、ロボとかね使ってる場合はリーダーのねロボの上につけることが、まあ、俺は多いんですけど、ってなってくるとねスキルも使わないし、まあ、わざわざ10座の武器を使う意味っていうのもあんまりないんじゃないかなって感じです。まあ、ただね軽いターンでルーレット作ってくれるんで、まあ、そっち方面での使い道がもしかしたらあるかも。まあ、でもそんなに使わないかな。さあ、以上これが新しく来た武器です。まあ、なんか突出してこの武器めちゃめちゃ強いよっていうのはあんまりいなかったですね。さあ、続いて一部キャラクターが能力調整されましたよということで見ていきましょう。まずはラオウ。進化前の覚醒とリーダースキル変わってないですね。まあ、ただちょっと順番が綺麗になってますね。でスキルには覚醒無効がついたのかな。で超覚醒には超つなげ式強化がついてます。まあ、1個持ちだとねぶっちゃけ使うことはあんまりないと思います。さあ、続いて進化後のラオウ。この形態はね昔ラオウニーズヘックシステムとか言って異形のね周回で使われてましたね。で覚醒に 7C が増えて、超つなげ式強化か。
結構雑につけた感はありますね。でスキルは進化前と一緒かな。なるほど、なんかまた周回方面で使われるといいですね。まあ、でもぶっちゃけ性能はいまいちかな。でラオウの武器、覚醒は変わってないのか。まあ、この武器も昔はちょくちょく使われてましたね。でスキルが2ターン縮まって2ターンヘイスト。なるほど、これも周回方面での活躍はありそう。ヘイストが2ターンになったのはでかいですね。さあ続いてケンシロウ、進化前が 10C がついたのかな。で聴覚性は 10C ではなく 7C。 なるほど、火力としてもまあいまいちですね。まあ、ただねスキルがダメージ吸収と属性吸収ついたんで、アシスト向こうの称号チャレンジとかやったらワンチャン使われるかも。まあ、でもヒソカとかの方がいい場面は多そう。さあ続いてケンシロウの進化後、 50% 以上距離が消えましたね。で 7C が代わりにつきました。で、まあ、聴覚性もね 7C をつけてあげれば最大で 7C7 個持ちにできるのかな。でスキルはね進化前の据え置きなんで、まあ、これも局所的な使い道があるかも。本体はまあまあですね。でケンシロウの武器、チーム HP 強化が1個か。これ下のところもねチーム HP 強化になってほしかったですね。あんまり使わないかな。さあ続いてトキ、トキの進化前が覚醒がバインドが縮まって超つなげ消し強化がついたと。なんかこれも結構雑につけた感がありますね。でスキルが消せないバインド覚醒無効状態は全回復になりましたよと。はい、で聴覚性には 7C が新しくついてます。さあ進化後の時、スキブが4つになって 7C4 つのウェイが2つで、スキルは進化前の据え置きですね。なんでまあ属性もね水光ということで水アテナとの使い分けになりそう。まあ、ただあっちはね遅延があってね、遅延が強いからこそっていう場面もね結構多いんで、まあ、どうかな、無効化の方がいいっていう場面がもし出てきたら、まあ、時の方がいいですけど、まあ、基本的には水アテナで問題ないんじゃないかなって感じです。まあ、でも使い分けですね。結構ねこの形態は強いと思います。さあ続いて新体力キラーが4つにしかも 10C までついてますね。なんでまあ体力相手には副属性までしっかり火力が出せます。はい、ちなみにね属性は違うんですけど、他にね 10C に体力キラー4つ持ってるキャラといえば幽遊白書コラボの樹ですね。なんでまあ意外とね変わった覚醒ですけど、まあ、一応ねもともと存在はしてたって感じですね。でスキルが4ターンに縮まってロック解除がついたのか。まあ、とはいえあんまり使わないかな。まあ、この辺はねパッパパッパいきましょう。でレイ聴覚性がスキブプラスがついて、あれ新聴覚性追加ないですね。なんでだろう。でスキルも強化されてますね。まあ、これも覚醒ね弱いし使わないでしょう。で進化後、おこれ結構火力覚醒いい感じのもらってますね。まあ、ただ聴覚性がそうか、ってなるとまあ2ウェイでもいいけど、まあ、スキブプラスとかでもいいって感じかな。なんか捨ても低いしねあんまり、スキルも大したことはないかな。さあ続いてユダ、聴覚性に 10C がつきました。で覚醒もちょっと綺麗になってますね。で捨てがちょっと上がって3ターンから2ターンにスキルターンも縮まってると。49の固定ダメージ、これどこで使うんでしょうか。さあ続いてシュウ、聴覚性の追加なしでリーダースキルがちょっと強くなってますね。まああまり使わないでしょう。でサウザー、超つなげ消し強化、なるほど、10コンボ強化とのね相性がね、まあそこまで、まあ10コンボ行くこともありますけど、まあ、だったら超つなげ消し強化2個持ちのキャラを使うかな。でスキルが十字に光ドロップ生成なのに十字ゼロ、なかなか変わってますね。リーダースキルもそっか、光の5個十字消しかちょっと変なキャラですねこれ。何がしたいんだろう。さあマミヤ、まあ、こっちの携帯はいいかな。なんか闇の無効パとかで使えそうですね。でユリアの進化後、聴覚性にまた超つなげ消し強化ですね。1個持ちだとね結構微妙なんですよね。まあ、スキルもそんなに強くないし、これも正直あんま使わないかな。でジューザ、聴覚性に 10C がつきました。1個かーい。なんかスキルも結構ね面白いもの持ってますけど、マルチでもぶっちゃけ使うことはないかな。あこいつもマルチか。どうなんだろうね、俺あんまり、てかほとんどマルチやんないしね。さあこの辺も全部マルチですね。さあこっからまた見ていきましょう。お超つなげ消し強化2つ持ちの闇のキャラですね。これは結構良さそうだぞ。でスキルが7ターンで両端縦一列を闇ドロップに変化、両端か、まあ、ちょっと扱いにくい位置ですけど、このスキルが役立つことももしかしたらあるかも。で7ターンの間自分の攻撃力が2倍、自分以外の味方スキルが1ターン貯まる。なんか刺さったらめちゃめちゃ強そうですね。なんか結構海王の本体はいい感じ。さあ海王の進化後ですね、聴覚性込みで 7C5 つの無効貫通持ちにできます。でスキルは据え置きですね。なるほど、副属性欲しかったな。まあ、海王はこっちの形態の方が使いそうですね。バット10コンボ強化が2つ持ちにできるようになりました。で聴覚性バインド回復、微妙っすね。でスキルが2ターン内で5コンボ加算がついたのか。まあ、これもね闇の軽減持ってるんで、もしかしたら無効パとかで使える機会があるかもねって感じですね。でリン10コンボ強化がついてスキブも増えてますね。で聴覚性が十字がついたのか。まあ、スキル内容でもね悪くないですけど、捨ても低いしね、わざわざ使うかって言われたら使うこともそんなに多くないんじゃないかなと思います。ジャギ 10C と超つなげ消し強化がつきました。あんまり使わないと思います。でこの辺もなんか同じですね、全部 10C と超つなげ消し強化がついてます。はい、あんまり使うことはないでしょう。でこれダンジョンさんの方のラオウかな、 10C つきましたね。とはいえこれも使う気があんまりしないですね。でまあ他にはね開催記念のガチャが来ますよとか、まあ、こういったねガチャが販売されますよっていうのが来てるんですけど、正直確定は買わなくていいんじゃないかな。欲しいキャラがねもしいて交換できるようであれば交換で済ませるのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、あとはねリンが10万モンポで買えますよっていう、まあ、こんくらいかな。
でね、今見ていった能力調整は今日中に入るっぽいんで、まあ、早急にね、使ってみたいキャラクターがいる人は、まあ、ぜひね、武器だったりを作って使ってみてください。まあ、このコラボはね、ぶっちゃけあんまり引けっていうね、強く、まあ、言えないですけど、まあ、原作がね、好きな人だったり、まあ、前回までね、あんまり引いてないよって人は、まあ、何回かね、引いてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、何かあったらぜひコメント欄に書いちゃってください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャ!オーディオス。